はい、どうもさん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay 最大 20% 還元クーポンが大量追加、そして見事にやらかしましたということで、今回は PayPay についての情報ですね。この動画では PayPay のクーポンがまた新たに更新されましたよということと、またですね、ちょっとした僕がやらかしてしまったということと、注意点についてちょっとお伝えしますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということでね、今現在絶賛開催中の超ペイペイ祭りということなんですけども、まあ、こちらのね、キャンペーンのかなりお得なクーポンが大量に追加されましたということですね。で、まあ、ちょっと前まで動画にはしたんですけども、3月おすすめクーポンということで、まあ、この時の今更聞けないペイペイ4つの便利機能の中にも、まあ、一応クーポンの紹介もさせていただきました。で、今回はですね、どんなクーポンが追加されたのかっていうのをですね、ざっと見ていこうと思います。以前からあったものも含まれているんですけども、僕が今見る限り、まあ、追加されてるであろうというものをですね、ピックアップをします。例えば、ここのかっぱ寿司ですね、最大 20% 付与ということで、対象金額としたら1000円以上の支払いで、付与上限が2000円まで。で、期間としたらすでに始まっておりまして、3月の31日まで使えるクーポンとなっております。なので、1万円分利用すれば上限の2000円に到達するというクーポンですね。お得ですね。で、続きまして、こちら。結構ここら辺のお店は見たことあるお店が僕的には多いかなと思いまして、牛角、麒麟堂、グッテ、サツドラ、しゃぶしゃぶ温野菜、スポーツ、ゼビオ、あとステーキミアとかもありますね。で、例えばこちらの牛角のクーポンなんですけども、最大 20%付与で、対象金額としたらなんと1円以上の支払いで使えると。これはちょっと嬉しいですよね。で、付与上限としたら2000円まで。で、期間としたら3月の31日まで使えるクーポンとなってます。なので、1万円分利用することで上限に到達するということですね。やっぱりここの1円以上の支払いから使えるっていうのはかなり魅力的なクーポンですね。なので、少人数とかで少額の支払いとかでも、まあ、使えたりはするかなと思いますんで、まあ、試しに使ってみてもいいかなと思いますね。で、続きまして、こちら。まあ、こちらも結構追加されてるものがありましたね。前回は確かセイコーマートがなかったですよね。あとは、こちらのドトールコーヒーですね。こちらも追加されてますね。あと、こちらも追加されてますね。まあ、かなりね、九州の方であれば馴染み深いお店がちらほらとあると思うんですけども、ドラッグイレブンであったりとか、あとはこちらドラッグストア森ですね。僕も愛用してるドラッグストアです。こちらのクーポンは最大 20% 付与で、対象金額が2000円以上の支払いから使えて、付与上限が1000円まで。で、対象の期間としたら3月の31日まで使えるクーポンとなってます。なので、5000円分使うことによって上限に到達するということですね。あとは築地銀だこのクーポンも出てます。で、初めて見たんですけども、酒場系とかあるんですね、銀だこって。で、こちらの銀だこのクーポンなんですけども、最大 20% 付与で、対象金額が580円以上の支払いから使えて、付与上限が2000円まで。で、対象期間としたら3月の31日までとなっております。なので、1万円分ね、使うことによって上限に到達するというクーポンですね。そして、こちらも追加されております。まあ、フレッシュネスバーガーは確か前回なかったような気がしますね。ミニストップは前回からありました。で、僕がピックアップするのはこちらですね。声優ということで、最大 10% 付与。まあ、ちょっとね、還元率は下がってはいるんですけども、10% 付与でもまあお得かなと。で、対象金額として2000円以上の支払いから使えて、付与上限は1000円まで。で、対象期間として3月の31日までとなっております。こちらはバーコードを提示して使えるタイプの声優のお店だったりとか、 QR コードを読み取るタイプのお店でも一応クーポンが使えるということになっております。なので、1万円分利用することによって1000円分の上限に到達するということですね。でですね、僕自身もペイペイクーポンをですね、利用するために早速ですね、声優、まあ福岡だと基本的にはサニーがまあ主になると思うんですけども、サニーに行ってきまして、事前にですね、ペイペイの画面からここのクーポンというところをタップして、まあクーポンいろいろ出てるんですけども、すでにね、ここを見ていただいたら分かるように、声優ということで、声優のクーポンの情報が出てきます。で、ここを見ていただいたら分かるように、すでにクーポン獲得してるので、獲得済みという風に出ております。で、この状態でですね、お店で買い物をしてきまして、買い物ができまして、この1655円なんですけども、今回僕が支払った方法として、PayPay のクレカ払い。で、その設定したクレジットカードとして、V ポイントアプリを設定しました。まあ、理由としたらね、まあ、3月いっぱいまで開催されてる 20% 増量のキャンペーンがあってるので、まあ、それの商品に使おうかなということと、で、そして今回の声優のクーポン、PayPay のね、10% 付与のクーポンを使って、決済する予定だったんですけども、よく見たらですね、ご覧の通りクーポンの分がちょっと反映がされてないんですよね。まあ大体クーポンを使ったらここの部分にいくらいくら付与とかが出てくるんですけども、あれなんでかこう出てなくて、なんでだろうというふうに思ってたんですよ。これお会計の直後には気づかなかったんですけども、家に帰りながらちょっとスマホ見た時に、あれなんでだろうというふうに考えてたらですね、帰りながらふと気づいて、おめでとうございます、見事にやらかしました。まあ、何をですねやらかしたかと言いますと、この声優のクーポンの、まあ、下の方に下がっていただくと、いろんな情報
情報が出てくるんですが、ここですね、対象金額が2000円以上の支払いから使えるっていうクーポンだったんですよ。で、思い出していただきたいんですけども、僕が決済した金額1655円です。おめでとうございます。ただただペイペイのクレカ払いをしただけの人になりました。まあね、一応 V ポイントアプリから 20% 増量分を使っての決済をしたので、まあ実質お得っちゃお得なんですけども、なんかもうこれをやらかしたことによってお得感がもう半減したというか、まあね、悪いのは僕なんですけども、やっぱり普通にショックっちゃショックです。でですね、まあそれを踏まえた上で、クーポンを使う上での注意点ということで、まあ僕も気をつけるために一応ですね、3つにまとめました。もう皆さんは大丈夫だと思うんですけども、一応これは僕がクーポンを使う上で気をつけた方がいいなということでまとめました。まず1つ目は、クーポンが終了する可能性があるということですね。まあこれに関しては実はですね、視聴者さんからのコメントとかでも結構教えていただきまして、最初の頃ちょっとどういうことなんだろうというふうに思ってたんですが、まあ公式ページにですね、こんな風に出ておりました。ここですね。クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間を待たず終了する場合がございます。あらかじめご了承くださいということでしたので、そうなんですよ。以前ですね、僕が動画で紹介したこちらのくら寿司のクーポン、20% 付与のクーポンなんですけども、動画の冒頭からお伝えした中では、実はですね、このくら寿司のクーポンが消えてたんですよ。まあ、他にも、ドラッグストアのクーポンが消えてたりとか、まあ、そういったコメントいただいてたので、おそらくですね、その所定の金額に達したということで、なくなったっていうことかなというふうに思うんですよ。ちょっとですね、僕も前回これお伝えすればよかったんですけども、かなりね、人気のお店とかは、すぐになくなってしまうっていう傾向にはあるかなと思います。なので、まあ、これを踏まえた上で一言言えるのは、使うならなる早でということで、まあ、早めにね、クーポン獲得して、早い段階で使うのがいいかなというふうに思います。ということで、1つ目のクーポン終了の可能性についてでした。次2つ目は、クーポンごとの条件を要確認ということで、もうこれはね、僕に一番言いたいんですけども例えば先ほどの声優以外ではこのダイソーですね、ここを見ていただいたらわかるように、まあ対象者は全ての方、そして対象金額として500円以上のお支払いということになってます。まあ100均といえばね、だいたい買い物するとき僕も 2,3 個ぐらいでしか買わないんですけども、この500円以上というのがね、条件だったりもするので、これを見落としてたら、まあ僕みたいにやらかしてしまうっていうことがあるかもしれないので、まあ僕が言うのもね、全然説得力ないんですけども、まあここは気をつけた方がいいかなというふうに思います。まあ他にもね、今回新たに出てきましたこのかっぱ寿司のクーポンなんですけども、まあこちらもね、対象金額が1000円以上の支払いというところから条件となってますんで、まあご家族とかで何人かで行くときは結構1000円以上はサクッと行くかなと思うんですけども、もしね、お一人様とかで行くときに1000円に到達しない場合は 20% 分が反映されませんので気をつけてください。で、あと使う回数とかもやっぱ気をつけた方がいいかなと思いますね。ということで2つ目のクーポンごとの条件についてでした。そして最後3つ目、対象外店舗も中にあるということで、まあ先ほどお伝えしたね、このかっぱ寿司のクーポンなんですけども、まあここ見ていただいたらわかるように、ちょっと下の方に対象外店舗アトレ川崎店というところが対象外だったりもするので、よくねご自身が利用しているお店が場合によっては対象外になっているかもしれないので、ここも気をつけた方がいいかなというふうに思います。ということで本日お伝えしたことまとめです。3月はクーポンが大量に追加されてますよということで、もしね普段から利用しているお店とか今回のクーポンを見ていこうかなというふうに思ってる方は、このクーポンをうまく使ったらいいかなというふうに思います。そして場合によってはですね、人気のクーポンとかは消えてる可能性もあるので、もともとこの日に行く予定だったけどクーポンがないっていう場合も出てくるかもしれないので、使う場合はできれば早く使うことを僕はお勧めします。でそれに加えてね、まあ僕みたいにやらかす方はもういないとは思うんですけども、使う上での注意点として、まあ上限だったりとか、いくらいくら以上から使えますとか、そういったのを事前に確認した上で、お買い物であったりとか飲食店で使うとか、そこら辺を気をつけた上で使ってみてください。まあそんなこんなで今回はペイペイのクーポンが大量に追加されて僕がやらかしたことについて、簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、このクーポンのサービスが始まって、意外と僕が普段から利用するお店のクーポンが追加されてはいるので、これはちょっと個人的に嬉しいかなというふうに思います。まあ今後もね、どんなクーポンが出てくるか、まあ還元率は下がる可能性はあるかもしれないんですけども、出てくるたびにはちょっとうまく使っていこうかなというふうに思っております。でちょっとね、動画内で紹介したこちらの動画もね、参考にしていただければと思います。ペイペイクーポンかなり優秀すぎる件ということについてですね。まあ、今回のペイペイのキャンペーンでクレジットカード払いと組み合わせてお得に使うっていう方法で解説をしてますんで、まだ見られてない方はですね、概要欄にリンク貼ってますんで、こちらも気になる方チェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。
まあこれちょっと今更感もあるかもしれないんですけども、僕がちょっとキャンペーンのページを見てて、え、こんなのあったっけと思って、まあ一つだけ紹介できればと思うんですけども、今回こちらの超ペイペイ祭りのね、キャンペーンの、ここですね、あなたはどのくらいお得っていう項目があって、え、こんなのあったっけと思って、もし知ってたらすいません。このお得を確認するっていうところですね、タップしたら、こういう画面が出てきます。ペイペイは登録されてますかとか、あなたに当てはまるものなんですかということで、例えば僕の場合は、登録済みっていうところ、ペイペイには登録してるので登録済み。そして、当てはまるものは何ですかということで、ソフトバンク、ワイモバイルユーザーなのかということで、僕はワイモバイルユーザーなので、ここにチェックを入れます。そしたら、あなたのお得を確認しよう。いろんなお店で 50% 戻ってくるっていうことで、今自分自身の還元率っていうのがざっくりなんですけども、こんな風に出てくるんですよね。まあセブンイレブンアプリなら最大 20% 付与とか、百貨店なら 20% 付与みたいな。で、これをですね、Yahoo プレミアム会員に切り替えた場合、また還元率も若干こんな感じに変わるみたいな。で、それ以外の方に関してもチェックを入れた場合もこんな感じに変わるっていうことなんで、もしまだちょっとね、キャンペーンページよくわからんなとか、どんな風に還元率が変わるのかっていうのが知りたかったらですね、こういった方法もあるので、まあ参考にしていただければと思います。これどうなんだろう、ちょっと僕が知らなかっただけかもしれないですね。ちなみにですね、ここ、セブンイレブンアプリなら最大 20% 付与というところをですね、クリックしたら、こんな風に画面がスクロールして下に下がります。で、普通にキャンペーンページにも飛ぶことができますんで、まだね、PayPayのキャンペーン参加されてない方は、こちらを参考にした上で参加してみてもいいかなという風に思います。一応こちらのリンクも貼っておきますんで、チェックしてみてくださいということで、ありがとうございました。